はい、どうも、おはこんばんちはしるです。本日は、期待解説動画。ターゲットはこいつだじゃじゃーんザクタンクちょっとクリクエストね、ザクタンク見にしてっていうのがあったんで、えー、どの人にしようか迷ったんですけども、ザクタンク、ちゃちゃっといっちゃおうと思います。見ての通りですね、えー、私のザクタンクはレベル39、えー、そんなに強化されてないんですね。 でもあのも、えー、私のメインは強襲機なので、えー、まあいいだろうみたいな感じで適当に強化した記憶があります。で、この機体を強化するにあたって、うん、どうしようかな。まずはこの機体の特徴から行きましょうか、えー。機体特徴、ザクタンクですね。えーまあ、簡単に言いますと、硬い、ちっちゃい、遅いって感じですね。えー、走行が、 まあ基本でも1600ぐらいあるというですね、非常に高いですね。その分最高速度が 700, 700台というものすごい遅さ。かつ、タンクなので、えー、ジャンプ力が非常に低いです。ちょっとした段差も超えるのが非常に大変という機動性の低さ。ただし、非常に小さいので、被弾面積は小さちちいですね。なので、後方支援。 もしくは割り切った特攻、そのどっちかというプレイスタイルが合ってるんじゃないでしょうか。そんな期待です。で、私がこの期待を強化するにあたって気をつけた点。それは、緊急起動性能を上げたかった。というのもですね、えー、まあ、これを作ったのはすっごい初期です。これを今撮っているのが2013年の10月2日。 1>, まあ、1日なんですけども作ったのはそれこそ本、えー、まあ、今年入るか2013年の初期もう本当にサービス開始直後ぐらいなので、えー、その当時の状態のままでここまで生き残っておりますでそこで影響をつけたかったのが緊急気動性能が低すぎたんで上げたかったあと雨を上げたかったこの2つですねこの2つだけですあとは積載量 はあのー、まあ、ちょっとキープみたいな感じですこれを作った時積載量によるボーナスとかなかったんで、えー、積載量はギリギリでいいやみたいな感じでしたなので緊急とにかくあ祈、の、祷、ー、を早くして、えー、まあポットとかにすぐ戻るまあ先生をうまく移動できるような形ですね、えー、にしましたなので緊急祈祷この480あるんでね、えー、10秒 あの教習と一緒にアテラリ,リー系を組むと10秒ちょいぐらいで帰れるんですね非常に早い期間ができますなので,ですね、えー、私どうせそんなに前線に出ることないので、えー、機動性は切ってそういう形にしましたま軌、あ、道性それでもですね結構前線に出れるぐらいですね、まあ、アーマーを上げるとそういうこともできるという感じですねただ一つ気をつけたいのがザクタンクって重砲,重砲がですねここについてですね、えー このこの地面にすれすれのところについてるので、えー、まああると思うんですけども3連マシンが F, F 型なんですけどもこれがちょっとした坂とかだとここにぶつかっちゃうわけですね坂がこう斜めになりますみたいな感じだとぶつかっちゃうので、えー、相手に当たらないんですねなので、えー、マシンガンを打つ時は非常に位置取りとかに気をつけた方がいいと思います手があるくせにコンテナは持てませんここにマシンガン持ってよって感じなんですけどね、えー 非常にその辺なんてみたいな感じなんですけどもそういうデメリットがあるっていう期待ですそれでですね武器の説明入りましょうこいつはね特性としてまあその武器の前にですね迫撃広くするのと射程補正とキャノンシューターまあ私は当たりだったうーん難しいんですけどどれも当たりだと思うんですけども迫撃表が出てたんで迫撃をレベル5にしておりますなのでそういった特性も神にしてる ので迫撃砲メインは迫撃法しかないんですけども、は W を範囲を広げております。見ていただくとおり、威力と効果範囲をほぼマックスまで上げてます。そうすることで,ですね、迫撃法、これ15%アップかな8 1 1 3で9 3 0 0の範囲ですね、効果範囲のある迫撃法がいきます。まあ約 1> まあ、まあ、1万弱という感じですね1。1万に届かないんですけども、ものすごい広い範囲のですね迫撃が飛ばせるので、私はこの特性は非常に当たりだと思っています。ドムキャノンでも同じようなことをしています。特殊枠は、あのまあ、榴弾を使っている方とか、焼夷弾を使っている方がいるんですけども、も焼夷弾は割とありだ、今だったらありだと思います。焼夷弾やる場合は、ま勝手数の。 とりあえず燃やしたいので手数の M かなっていう気はするんですけども私はそ、まあ、前線に立つこともあるので炸裂弾の F を使っておりますもうこ,れこれしか見えないって感じですね似たように <laughs>、まあ、銃撃とか吸収とかと一緒で威力と効果範囲もうこれだけしか強化してませんこれでもね十分ですでかつですねこいつは特徴として砲撃機の サクレスさんって8発撃てるんですね。銃撃よりも多いです。一番多い F 型のバズーカ、まあ、バズーカ扱いですね。バズーカなので、割とですね前線にも立てられます。ギガンとかがね、えー、非常に機動性も高いので、あの銃撃みたいな動きもできる。砲撃なのに、まあ、後方支援に限らず前も出れるっていう機体ですね。砲撃は割とそういうことができます。 でそれ以外にマシンガン。最初はね、えー、あんま気にしないでやってたんですけども、今一番3連,連装マシンガン F2 型を使って、威力が非常に高いんでね、えー、使っております。その分、射程が短くてばらけます。んかつ、この砲塔のせいで、この非常に危ない位置にある砲塔のせいでですね、えー、まあ、割とですね使いづらい。 威力の割に使いづらい武器です。しかもですね、これ開発費ものすごい高いんで、ね、個人的にさ、この基本能度でもいいのかなという気はしてます。ええー。まあ、むしろこっちの方がいいのかもしれないですね、えー。このコスト対、コスト費用対効果は非常に悪いです。えー。まあ、お金の余ってる人はこっち。余ってない人は、まあ、初期型で頑張りましょうって感じでしょうか。射程もあるんでね。 えーまあ、ちょっと射程も伸びますし、集団性も上がるんでね、まあ、H でもいいのかな ?H だと集団性すごい上がりますね、射程も。だから、まあ、お金に寄らない人は H 型。で、ブルージョージーは F2 型でちょっと危ない位置に、危ない人とか関係ないですけど、やってみるのもいいのかもしれないですけど、ね。それでですね、モジュールに行きましょうか。モジュールは私は今、シールドブレイクと高速装填とバズカ。 まあ本当はね高速装置の3があったら高速装置の3入れようと思ってるんですけどシールドブレイクは3でもこれがこれは絶あのー、砲撃はこれが絶対あった方がいいと思,思いますそうすることで、ね、シールドブレイクすることで対強収能力敵のシールドを少しでも削れるので、えー、敵が前線に来る前とか敵が、あのー、密集しているところとかですね割と火力が上がるのでこれはぜひともですね入れてお,ておいてほしい モジュールです、すでドムキャノンの時には入れなかったんですけども、こいつはコストが一番低いので、えー、コスモジュール枠が非常に10個あるんですね。なので、えー、高速装填も入れます。こうすることで、迫撃用のリチャージ、まあ、チャージが速くなるので、リロードが速くなるので、攻撃回数が増えます。割と重要なんじゃないかなという気がします。まあ、なのでね、迫撃用 W をリロード時間を上げて、 っっていいう選択肢ももああのー、今の今時代だったらありかもしれないですモジュールがこの武器を許可した時モジュールなかったのでここまでちょっと考えてなかったですなんで今だったら作り直すのもありのかなという気がします高速装填は5が欲しい3が欲しいですねそうすると5くなんでマックスでおまけにわずかの範囲をちょっと上げるために1振ってますそれ以外にもいろいろや用はうはあるとは思うんですけども私はこういう形に落ち着きまして ですねえー、あと、何なんだろうな,んな、太陽惑星とかいる。うる、ん、あとはまあ、ベースが低いので、コスト、モジュールを8つですね、使ってもコスト240のタイム100、十分ですね、安く済みます。まあ、これを例えばバックを外したり、まあ、とりあえずシールドブレイクだけは絶対入れた方がいいと思います。うん、これ外すと、いくつになるのかな。 70ですね。20秒しか増えないので、もともと50なんでね、えー、ぜひですね、えー、入れておく、このシールドベリックさんは入れておくべきでしょう。そんな感じでしょうか。えー、ザクタンクは、まあ、まとめますと、言ったように、アーマーが高くてそ、機動性が低い、とても低い。ただ、武力仮、仮うあのー、 歩装で若干前にも出ることが可能なのでいざという時はまあ、後方支援に限らず前も出ることが可能というか高い底を生かして割と前に出て出ると戦果上げるあの迫力距離、戦果が上げられたりする機体ですこの機体を使う時はオールラウンダーでやるよりもアティラリーストライカーでやった方がいいと思いますアティラリーストライカー アテラリーっていうのは、この砲撃2機を入れるパターン、それ以外にも、まあ、ヘ,ビストレヘビアテラリーとかあるんですけども、そうすると最高速度があるので、もう本当に低い最高速度が若干上がりますので、それ以外に他の3機体にも上がるので、えー、オールラウンダよりはあのアテラリー系で ザククタンクは運用すす。ることをおすすめしますもう一匹、私だとドームキャノンとセットとか、ギガンとセットでやると、まあ、ドムキャノンとか250秒、長いんでね、今ね、文字を入れてると、私のドムキャノンは最終的に250秒なんで、割と長いので、その合間にですね、非常に役に立ちます。そういった運用方法などもあります。という感じでしょうか。 ぜひですね、えー、攻撃の基本となる部分をいろいろと持っておりますので、1気はですね持っておくといいかなという気待です。今だったらうまくい、まあ、あのー、私は緊急機動性,性能を上げるがためにかなり失敗を出しているので39なんですけども、もうまくやればまあ50ぐらい、40とかそんくらいにうまく落ち着くんじゃないかなという気がします。ただ、そんなに機動性ももともと低いので、あのー、あんま上げずにあのー、特化してあげた方がいいと思います。 それでですね、えー、第何回か忘れましたけども、期待説明ザクタンクをお送りしました。どうもお付き合いいただいてありがとうございます。